暑いね。暑い。まだ5月だけども初夏ぐらいの。ベタベタがその湿度がやだね。そう、30度近いもんね。やらしいやらしい。そう。ってことで今日はね、夏っぽいドリンクをちょっと。夏っぽいドリンク。そう、今までも結構夏っぽいドリンク紹介してきたけど。飲みたい。飲みたい。飲みたい。いや俺もちょうだい。ちょうだい。夏っぽいドリンク。夏っぽいドリンクね、あのレン君の左側に3本ぐらい並んでるけど、どう？夏っぽいドリンク？夏っぽいドリンク。何がいいかな？夏といえば。夏といえば。何？海。オーシャンフラペチーノ。あんのそんな？オーシャンフラペチーノどう？それはちょっとぜひとも飲んでみたいけど。オーシャンフラペチーノ、まあ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 。いずれ泳いね。他に夏といえば、あとは夏といえばバーベキューとか、あ、BBQ フラペチーノ。BBQ フラペチーノ。BBQ フラペチーノ、まあ泳いあれね、ちょっといやもうフルーツでしょ、やっぱ夏は。あ、トロピカルな感じね。そう、はいはいはい、トロピカルフラペチーノシリーズ。トロピカルフラペチーノシリーズいいね。お、ガンガン用意してこうか。じゃあ、お、ぜひぜひ。トロピカルちょっと考えてくる。お、お願いします。トロピカルフラペチーノ。はい、いってらっしゃい。じゃあ、行ってみます。お、あ、帰り。ただいま。めっちゃ持ってる。黄色い。何に見えるこれ。何、ね、何パッションティーフラペチーノ。パッションティー。何パッションティー。パッションティーフラペチーノじゃない。何何に見えるか。何、いや、こんなに2なのに分かんないの。いや、でもトロピカルな感じやろ。で、黄色やろ。パイナップル。いや、それもなんかネタ、あの、ちょっと待って、あのね、ほんとは、ノーマルはマンゴーパッションっていうフラペチーノ。あ、マンゴーやった。ごめん。マンゴーパッションっていうフラペチーノ。今の天然。それはマンゴーか。まあ、おいおいね。そのマンゴーパッションっていうフラペチーノをただ持ってきただけでやっぱつまんない。続けるこれ。続けるよ。オッケー。これは負けないよ、これ。マンゴーか、ホワイトモカシロップを追加した。白桃フラペチーノ。すげえ、美味しそう。そしてなんともう一個が、うん、なんやろな、もう一個。先ほど申しちゃったようにパイナップルとか言ったけど、はい、すいません、ええ、パインフラペチーノ。チャイシロップを入れると、うん、なんかパインになる。それはちょっと全く予想がつかへん。それをなんか先に言われてたから、うん、それは、あの、呼んでおきながら企画を潰してごめんなじゃあちょっとカイト帰ろうとしてるから、帰ろうとしてる。じゃあ早速、はい、ちょっとまず早速カイトからの指示だから飲まずして帰りたいんだけど、なんでそっちがもも、そう、ホワイトモカシロップ。そう、白桃フラペチーノどう。いや、めっちゃチャイシロップって書いてあるそっちがパイパイの味する。どうぞ。パイの味ね、めっちゃすんじゃん、パインの味、うん、パイン、びっくりした。俺、多分あれだよ、嫌いだから、パイン。あ、いやー、うまくねえってことか。でもこれ、すごくない？嫌いなパインナップルの世界。あー、めっちゃパイン。え、これ、パイン好きだっけ。パインって果物嫌いでしょ、確かに。パインば嫌い。あ、ぐいぐい飲んで、ちょっと一回。いや、でもパイの味はする、確かに。不思議だよ、パイナップルフラペチーノ。喉がイガイガする感じ。お願いします。じゃあ、お疲れっす。お疲れっす。お疲れ。不思議だな。お疲れした。これは。残った方が白桃フラペチーノ。そう、これ白桃フラペチーノ。これ美味しいよね。美味しい。桃のフラペチーノ。そう、実はなんかこう、いい線で一回作ってもらったけど。そう、めっちゃ美味しい。てか、じゃあ有名なんだよね。結構もう歴史があんねんな。裏メニュー、スターバックスの裏メニューだったら、いや、でも、うん、そうだね、裏メニュー頼んでみたいっていう人いるじゃん、スタバで。あ、裏メニューなんかよく聞くけど、その何のことかいまいちわからへん。わからないでしょ。うん、だからその普通のスターバックスのドリンクに何かカスタマイズして、うん、とりあえず裏メニューみたいなのを代表格だから、はい、あ、そうなんや。ちょっと頼んでみたいなっていう人いたら、まずこっからかな、こっから驚いてほしい。あ、マンゴーパッションティーフラペチーノ。そうにホワイトモッカか。ホワイトモカ追加、ティーの
両方ティーを抜くんだ。はいはい。だって結構大事なの。パッションティーって酸っぱいからさ。あ、なるほど。パッションティーを抜くことによって桃の甘さっぽいのがこう際立たせると。そう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 。おお。裏メニューっぽい。すげえ。あら、これはでも一番驚くかもしれない。いや、びっくりした。最初にスタバのドリンクの裏メニューで飲んで、うん、一番驚いたし、何より美味しいねえ、本当に夏っぽい、すげえ。まあ、じゃあ、貝とか持って帰った、パインフラペチーノパインフラペチーノの方がまずマンゴーパッションティーフラペチーノティー抜きでチャイシロップを追加、はい、で、こっちの白桃、まあ、桃フラペチーノはマンゴーパッションティーフラペチーノのパッションティー抜きでホワイトモカシロップの追加です。はい、以上、ありがとうございます。おすすめトロピカルフルーツ2つでした、ね、これからの季節のみんなでぜひ皆さん試してみてくださいと。ぜひぜひおすすめです。はい、バイバイ。ありがとう、バイバイ。スタバンドチャンネル見てくれてありがとう。ボーカルのレンです。このチャンネルではスタバ関連動画以外にも歌ってみた動画とかいろいろチャレンジしてるんで、ぜひぜひ登録よろしく。バイバイ。